今泉潤です。広陽寺です。昨日の続きをどうぞ。で、天外魔境はどうですか。天外はもともとその CD ロムロムってのがよく分かんなくて、でアニメもできる何もできるうんぬんかんかんっていう、その前に東映動画に出そうと思ってたジライアの物語が、はあはあ、でこれを焼き直そうかって言って、そういう経緯。そう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 、それでまあ天外魔境ができている。桜桜はノエルっていうゲームがあって昔、はい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 、で電話かけたりなんかできて女の子とで、そういうゲームをいくつかやってる時にこれ面白いなと思って、で女の子ものやったことなかったので、で女の子ものやってみたいって言って、それでまあ歌とか踊りとかが好きだったから舞台に出ていて、それでそこから戦いに行くみたいなことを漠然と考えていて、こんなのはどうですかっていう、いやもう依頼はキャラクターものを作ってほしい、アニメとかいろんなことに展開できるものを。そこからストーリーはどう広げていくんですか。ストーリーはそうだな、どうやってっていうか、じゃあこれ大正時代だからこんな大正時代の調べてたりなんかして、ここ面白いとかここ面白いとかっていうの。ひろゆきさんは僕から見てすごいやっぱ勉強家で、あの本すごいっすよね家趣味、本と DVD ばっかっす、ね、趣味本当に引っ越しが大変そうっす、うん、大変だからほっとくと仕事しないでその DVD 見て本読んでゲームやってで終わっちゃうから、だから一番危険なのゲームだよね。ゲームはもう本当に危険、もうやり始めると止まんなくなって、もう2日ぐらい平気でいなくなっちゃうから、ちょっと原稿たまるじゃん。だから本当にゲームは危険。ひろゆきさんを見てるとやっぱこうすごい真面目だなって思いますね僕。ゲームの制作についていくと、あの多分分かんない自分にないものを調べ始めるじゃないですか。あ、調べる、絶対調べる。で、すごい調べて調べて、なんか多分自分の中で見えて作っていくっていう。そうだね。あの僕司馬遼太郎記念館とかすごい好きで。好き、いいね。時代劇書くのに。その町の人、町の匂いがしてくるまで調べるんですよね。なんかどういうもの食っててって言ったら、うん、屋台でこういう匂いするんだろうなみたいなのがないと書けないって言ってて、ね、うん、すごいすごいなって思いますけど、うん、それから桜やった時も、ね、あの3の時はパリに行って、パリ12日間、俺カフェに座ってただけだからね、うん、でカフェのこうあの前歩く石畳の音とかが、はい、ああいいなとか思いながら、そういうところが結構やっぱゲーム業界的に広陽寺危ねえよっていうところそこだと思ってて、